フィリピンで、フィリピンに渡ってきて、所持金を使い果たしてしまって、それで帰国、日本に帰国できなくなった、その日本人たちのことを、その困窮邦人というふうに呼びます。大半は、50歳とか60歳ぐらいの高齢者で、その日本でそのフィリピン人女性と、出会ったのをきっかけにして、渡ってくるんですけれども、それで、フィリピン人女性との間に何か問題があって、それで所持金を使い果たすという結果になるんですけれども、そういう人が今フィリピンにかなり多くて、年間だいたい100人から200人ぐらいを、ずっとここ推移してきて、世界でも一番フィリピンが多いと、それで、フィリピン国内でも、フィリピン国内の在留邦人社会でも結構問題にはなってきてるんですけれども、なかなか解決できないでいるっていうのが現状です。